皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回はギターの上達が早い人の特徴みたいな、そんな話をさせていただこうかなと思います。今まで私はだいたい2000人以上の方々とこのマンツーマンでレッスンさせていただいて、一緒にギターを練習してきたわけなんですけども、やっぱりギターの上達が早い人ってのはね、いらっしゃるんですよ。で、そのギターの上達が早い人ってのはどういう人かなと思って、こうバーッと振り返ってみると、やっぱり共通すること、特徴とかがあったりとかするんですよね。なので今皆様がそのギターの練習中ですとか、なんかギターもっと上達したいですとか、もっと上手くなりたいっていうふうに思ってらっしゃるならば、今日の話は割と覚えておいてもいいのかなと思いますので、よかったらお付き合いいただけたら幸いでございます。今日のテーマはギターの上達が早い人の特徴、わーという話でございます。イエーイこれね、実は一言で済みます。ギターの上達が早い人は細かいことを考えない人が多いです。もちろんね、何も考えてないってわけじゃないですよ。ある程度は考えないんですけども、ある程度このね、あーってできたならば、こんな感じ、みたいな感じで細かいことを考えずにこうザーッとやっちゃうみたいな。で、逆に言うと考えすぎちゃう人は上達が遅いっていう傾向があります。まあ、一応大人のね、このメリットというか、大人の特徴というか、大人の強みとして、物事を仕組みで考えたりとか、なんか理屈を考えたりとか、その理論で考えたりとか、なんかこの思考で考えることで、なんかこうより効率よく練習できるというのは一つの大人の大きな特徴の一つなんだけれども、それにこう囚われすぎてしまって、なんかそれができないからこそできない、私はできないんじゃないかみたいな感じで行動を制限してしまうことっていうのは結構あると思うんですよ。その点、ギターの上達が早い人っていうのはですね、あんま細かいことは考えないんです。理屈で考えたりとかするときはもちろんあるんだけども、考えすぎてないっていうような感じです。どうでしょうか？まあちょっとなんか、今日はなんかね、皆様が、耳が痛いぜみたいな話になっちゃうかもしれませんけどね、まあちょっと今日はいろいろこの話を覚えていただけたら幸いでございます。とりあえずこのね、細かいこと考えてないだけです。ババーンって終わると、どういうことよっていうふうになってしまうんで、もうちょっと具体的にお話をしてみようかなと思います。その細かいことを考えたいっていうのは、まあいろいろあるんだけども、まあこういう特徴だよっていうのをですね、3つほど、具体的なお話をさせていただこうかなと思います。まず1つ目、これは考えるよりも真似しようとしているということです。考えるよりも真似しようとしている。おそらく他のギター講師の方々もね、それなっていう感じでわかるかと思います。そのギター上達が早い人っていうのはですね、そのレッスンとかだったならば、その講師の人の手元とかめちゃめちゃ顔見してて、なんかね、盗もうとしてるんですよ。で、本人としてはね、盗もう、うわ、今日はこんだけのことテクニック盗んでやるぜ、わーとかじゃなくて、まあ、思ってないかもしれないですけどもね、真似しようとしてるんですよね。この講師の方のその全ての動作をね、このコピーしようとしているというか、で、その弾くことに対してすごい全集中してるからさ、その僕がその例えばそのギターレッスンの時に、フレーズがありました。じゃあフレーズの楽譜があって、そのじゃあフレーズのフレットはこうです、弦はこうです、ピッキングはこうです、テンポはこうです、リズムはこうです、じゃあこの BPM で弾いてみましょうとかって説明をしてから、そのはいどうぞって弾いてみてくださいではなく、もうね、フレットこうですって言ってる時点で、ね、弾いてんすよ、すでに。もう。こうでもか、こうかな、ああかなみたいな感じで。で、これこうこうして、これこれこうして、ああ、それ違う、みたいな感じで。もう僕が、はい、どうぞ弾いてくださいって言う前からもうすでに弾いてる。で、僕がこうちょっとプラプラプラと弾いてる中をね、もう手元ガン見して、こうかな、ああかな、そうかな、みたいな感じで、めちゃめちゃこう、感覚で弾こうとしてるという感じでございます。これに関してはもうちょっとこの深掘りできるんですけどね、ちょっと後でちょっとこの話はします。深掘りできるんだけども、後で。とりあえず、まあ一つ目の要素としては、もうね、感覚で弾こうとしていると。もうね、真似しようとしているという感じでございます。はい。で、二つ目としてはですね、たくさん失敗できるという人です。たくさん失敗できる。フレーズを練習してて、まあそれがそのレッスンであろうが、人前であろうが、間違うことに対して躊躇しないという感じです。物事の習得っていうのはですね、まあ、ゴールがここにあったとしましょう。で、そのスタート地点があって、こう、わーっとこのゴールにこの向かっていくわけなんですけども、一直線でやっぱこのゴールっていうのはなかなか難しくて、あっち行って失敗した、こっち行って怪我した、こっち行って間違えた、ちょっと戻っちゃった、どうしよう、あっちでもこっち行こうかって感じで、まあ、たくさんのこの行動をわーっとして、一直線にこうバーンと行くんじゃなくて、あっち行ってダメで、こっち行ってダメで、そっち行ってダメみたいな感じで、この何回も何回もこの失敗とか間違いとかを繰り返した上で、こう少しずつ、ゴールっていう風になっていくわけなんですよ。で、まあ誰もがね、その間違えることとか失敗することとかに対して、こうネガティブなイメージがあって、躊躇する気持ちももちろんすごくあるんだけども、言ってみれば、
失敗の数がとにかく多いほど成功につながるというか上達につながるんですよ。だからむしろもう失敗したらねやったーぐらいの気持ちでもう、ね、失敗した方法見つけたぜやったーみたいな、こうすれば間違えるんだで間違う方法見つけたぜやったーみたいな感じで、だからそんな感じでこうひたすらこうね量産して量産して量産できた方が結果的にうまくいくことの方が多いという形なんですが、まあそのためにそのたくさん引かなきゃいけないわけなんだけども、まあ失敗がたくさんあるイコールまあたくさん引いてるっていうのはそんな感じのイメージでしょうか。失敗を量産するのが怖いイコールあんまり引けないみたいな、行動できないみたいな、なんかそんな感じです。なんでその失敗を躊躇しないでしないでくださいやっていうそういう話でございます。2つ目の要素としては失敗がたくさん量産できるということです。で3つ目としてはできることしか考えてないって感じでしょうか。できることしか考えてない、これもちょっとまた耳が痛い話かもしれないんですけども、できない理由を探したりできない言い訳を言うのが好きな人ってやっぱいらっしゃるんですよ。なんか私は不器用だからうんたらかんたらとか、私は小指が短いからうんたらかんたらとか、なんかこうネックが短いからうんたらかんたらとか、なんかねピッキングが下手だからうんたらかんたらみたいな感じで、だから私はできないんですとか、だから私はうまくいかないんですみたいな感じで、そのできない言い訳、できない理由を探してしまいがちな人結構いらっしゃるかと思います。あのねこれはですね、もう今すぐやめた方がいいです。今すぐやめた方がいいです。できない理由探しはですね全然プラスにならないので、もう今すぐやめた方がいいです。何かこうやろうと思った時にできるかなできないかなとかってね考える時間ってねすげえもったいないんですよ。でその点、ギターの上達が早い人っていうのはですね、もうそんなこと考えてないから、もうできることしか考えてないから、とりあえずやってみて、あ、ダメだった、あ、じゃあこうかな、あ、じゃあこうだった、こうだった、こうだった、みたいな感じで、もう最初にこうね、できるかな、できないかな、でもできるようになるためにどうしたらいいかな、できない理由とは何かな、みたいな感じのことを思う時間があったら、とにかく弾こうっていう、そういう話なわけでございます。まあちょっとね、耳が痛いというふうになってしまうかもしれませんけど、まあそういうところでございます。っていうのもそうね、総合すると、まあ、細かいことはあんまり考えないっていうことにつながるんですけど、なんとかイメージつかめましたでしょうか。そういうところでございます。で、一つ目のその真似部っていう内容、まあ、その学習のその学ぶってさ、もともとその真似部っていうところが来てるんだよなんていう話、すごい有名な話じゃないですか。これね、本当にめちゃめちゃ大事なところでございまして、まあ、やっぱり僕もそうなんですよ。例えばそのトミー・エマニュエルの動画を見てギター練習しようと思ったとするじゃないですか。でトミー・エマニュエルの動画をねそのでっかくこの画面に表示して、でそれをねその再生速度を遅くしたりとかしてこう一緒にこうギター弾いたりとかしてるんだけども、あんまり理屈で考えたいんですよね。ここのコードはこうだからこういう運指かなとか、この何弦かなとか何フレットかなとか、どの指かなとか、なんか何弦かなみたいな感じで、もうそういう細かいことはですねもう全く考えてなくて、もうとにかくその映像から出てくるその目の視覚による情報と、聞こえてくるこの聴覚の情報、そしてそれらをこのね自分のギターの音と感覚と照らし合わせて、まあ、違和感があるかないかだけをひたすらこの考え続けるというか感じ続けるというか、そこにこの、ね、理屈とか、なんか理論とかもう全然出てこないですし、なんかこの言葉の説明とかも出てこないんですよ。ひたすらこうかなあーかなこっちかなそっちかなどっちかなっていう、もう本当その感覚だけなわけでございます。イメージとしてはなんかね子供の学習の仕方とかをねイメージしていただくといいのかなと思います。まあ今はその僕の娘がそろそろ3歳なんですけども、まあね言葉を喋り始めてるんですが、あんまりこうね、なんか意味のある内容というか、そんなこうバシャバシャこう喋ったりとかするわけじゃないですよ。まあ喋ったとしてもね、なんかこのねご飯食べるとか、なんかおにぎり四角が欲しいとかね、なんかティッシュちょうだいとか、そんな話なんですけれども、でもやっぱりこの大人のね行動とか喋ってることとかよく見てるしよく聞いてるんですよ。だからこうねなんか作業とかしてるとさ、テコテコって来てこうね、パパちゃんこれ何みたいな感じでこうね言うと、なんかこれマウスだよって言ったらマウスマウスみたいな、でこれパパちゃんこれ何って言ったらこれあの、ね、マウスパッドだよとか言って、マウスパッドマウスパッドみたいなこと言ったりとかして、まあそれでねあのドラえもんは言えるしアンパンマンも言えるけどね、スネア君はシュビオ君っつって、シュビオ君っつって、シュビオ君だよシュビオ君っつって、シュビオ君かっこいいねシュビオ君っつって、そこのシュビオ君って言ってるんですけどもね、まあそういうのってその言葉で考えてないじゃないですか。アイウェオとかひらがなとかカタカナとか口の形とか発音の仕方とか母音とかシーンとか全く考えてなくて、こんな感じかなっていうのでこの喋ってるだけじゃないですか。あれがね、なんだかんだやっぱね、理想の状態なんじゃないかなって思うんですよね。で、一番最初に言いましたけど、その大人として、その物事を仕組みとか理論とか理屈で考えられるってもちろんあるんだけども、本当にそれはね、補助的な存在
出会って、結果的にはその子供のようにもね、見たまま聞いたまま、そしてやったままに、なんかひたすらこうやり続けるのがね、一番大事なんじゃないかなっていうふうに思ったりとかするわけなんですよ。で、それに対してね、その子供はやっぱその失敗なんか絶対恐れてないし、で、その間違ったことって言ったら別に気にしないし、まあ、とにかくその感じたままに、なんか赴くままに行動したいがままに、叫ぶし、食べるし、寝るし、泣くし、ひたすらこの本能のままにこうバーッと言ってるわけじゃないですか。そこにこの躊躇とか言い訳とか理由とか全くないわけですよ。そのぐらいのマインドがね、なんだかんだ好きいいんじゃないのかなと思ったりとかするわけなんですよね。なので、考えることはゼロではないんだけども、細かいことを考えないっていう感覚がすごくいいのかなというふうに思ったりとかする次第でございます。よろしくお願いいたします。どうでしょうか、そんな話。まあちょっとね、大人としてなかなかこう、子供のようなマインドで物事に取り組むというのは難しい時も結構あったりとかするんですけれども、大人のね、その理屈は、まあ非常に強力なツールではあるんですけども、考えすぎると、もう逆に阻害するツールになりかねないので、考えすぎる癖がある方はですね、ちょっとここら辺でこの心を改めてギターの練習に取り組んでいただけると嬉しいなというところでございます。はい、まあいろいろと掘り下げればもっともっといっぱいあるんだけども、とりあえずまあざっとお話しできるところでいくとするとそんなところかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。その他何かね、ご感想とかご意見とかご質問とかありましたらバシバシとコメントの方していただけたら幸いでございます。とりあえず今回はここまでとさせていただこうと思います。喋ろうと思ったらもっといっぱいんだけどね。その上達する人の、上達が早い人の特徴ってのはもっといっぱいんですけどもね。まあその辺はなんかコメントにあったらちょっとまあ続きを作ってみようかなと思うんですけども、まあその辺を含めてまたね、ご感想とかコメントいただけたらすごく嬉しいなと思います。よろしくお願いします。じゃあそんな感じで終わりにさせていただきましょう。最後まで今日もご視聴ありがとうございました。また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。グッバイ。さよなら。はは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 。